はい、今からペヤング5区激辛焼きそば、後ろチャンピオンがいるんですけど、2人が挑戦します。今から挑戦します。まあね、じゃあちょっと意気込みをじゃあまず、吉崎さんから。今ランキング、世界ランキング1位ですよね、確かね。チャンピオン1位、はい、暫定チャンピオン、これ暫定チャンピオン、暫定チャンピオン。まあ軽く叩いてやろうかなと。軽く叩いてやろうかなとね。50倍バイクいきましたからね。新しいチャレンジャー、これ総一さん、こんにちは。はい、意気込みを。僕は先週、前回これ見てまして、はい、まあ、僕激辛とか全然ダメなんですよ。あんまり辛いの食べないし。でもなんかもうあまりにも演技が過ぎるんで、ね、とかもう次の日お腹痛いとかあまりにも過ぎるんで、ね、全然なかったね。いやもうどれぐらいかちょっともう頑張って我慢してとか、とかなんか言ってましたやんか。さすがにそこまではなかろうと。最近の YouTube の画面に乗ってもうちょっと演出が過ぎると。あ、はいはい、確かに、ね、もう激辛をやらない僕が本当の辛さをちゃんと測ってあげましょうと。確かに確かに、それ必要です、ね、そうです。こんなリアクションいらないと。日本人の出してるメーカーやねんから美味しく食べれるに決まってますやんか。確かにそうです。美味しいに決まってますやんか。ペヤングですから。ペヤング、たかたかペヤングですわ。そう、関東です、ね、ペヤングですわ、はい、こんな感じで見てるか。じゃあお湯を投入していただいて。じゃあ、じゃあ開けますよ。開けてください。もう俺あんまこういうの食べないんでね。開け方もあんま上手じゃないんで、ね、昔 UFO ってあるでしょ、なんかやったのね。 UFO 食った時にも味が焼きそばじゃないっていう時からもう食べなくなったの。これどうすんの。ここから、はい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 、お湯をじゃあ投入していただいて。お湯をじゃあ、はい、お湯を、お湯を、はい、じゃあ3分測っていただいて。はい、3分、はい、これで、はい、これいつ言うの。最後最後ですか。ソースにしていただいていいですか。それ極激辛ソースー。はあ、これ舐めてましたよね、確かね。非常に辛み成分が強いので十分にご注意くださいと。はあ、まあまあ言うてますわとか言うてはりますわ。まあ、ちなみにこれを制覇したら、はい、ここに足持ってきて、足持ってきて。皆さんこれいらずヨーグルト、ヨーグルト、最悪もらうこれチャンピオンがすごい喜んでたんです。これですね、キャロライナリーカ。近い予告ですよね、キャロライナリーカ。これチャンピオンがぜひ食べたいという200万、220万スコビルっていうね、ちょっとやばいやつですね。ちなみにこれ面白いんですけど、このキャロライナリーパー、はい、はい、見てくださいね、はい、原産大阪の高槻大阪の高槻で育ったキャロライナリーパー、はい、近い近い、はい、いやいやいや楽しみですね。まだですよね、3分。ダメですね。チャンピオンどうですか、チャンピオン。チャンピオン。大丈夫。大丈夫。一応書き込みには20回噛むようにって書いてある。ああ、そうですね。前回チャンピオン飲んではったんで、ちょっと、ごっくんしてたでしょ。なんか僕は20回噛みますから、ちょっと。20回じゃあ、じゃあ、もうゆっくり食べた。ゆっくり食べた。食べたし、なんか他に次足してなんかやってましたから、ね、あ、次足してたから、幅に入れてたから、はい、そうそう、まあそれは確かにな。僕らさっきの幅の入れへんから20回ちゃんと噛んで。いや、俺それやったら幅根を入れてもいいんですよ、幅根のソースあるよ。いやいやいや、もうそしたら俺飲んでしまうから同じ条件になるやっぱチャンピオンはね、一手間かけて幅根のソース。それであれでしょ、僕と山中さんが今日食べてたら、はい、次回チャンピオンと一緒にキャロライナリーパー挑戦権獲得、はい、あ、挑戦権獲得、よっしゃよっしゃ。そうですか。どんどんハードがあるんですか。まあ今日はまあまあウォームアップみたいなもんですわ。あ、ちなみに吉崎さんさっきヨーグルト飲んでたんですけど、別にいいですか。ちょっと待って、すぐ飲むのすぐ。一応お腹をね、守るために、うん、お腹と粘膜守らんとね。守った方がいい。いや俺は飲まんでもいいんだけど、同じ条件でやらんと。
飲んだんでしょ。飲みました。で前回飲んでましたから。飲んでたんすか。飲んでましたよ。俺飲んだの。そう飲んでたのに次飲みお腹痛かったから。そうっす。3分僕の3分経ちました。3分経ちました。さあちょっと僕も行ってきますわ。いや楽しいですね。わお。ソースの色は黒いんですよね、これね。本当に。いや最高ですね、この。あ、帰ってきましたね。楽しみ。いや、こんなん。こんだけやん。ちょっと待ってね。一人ずつやっていかな、こんな。あ、そうなんすか。うん。あ、一人ずつやるんすか。あ、一応だってその一気にやられてます。面白くない。俺もう揺れてしまったじゃないですか。あ、おいしい。美味しく食べたじゃないですか。作るところからちゃんとね。いや、両方いい。山中さん、ちゃんと20回噛んでくださいよ。ロイ。ジャコ、これめっちゃ辛い。目痛くなるよ。ちょっとその余った汁、ローゼリーさんよかったらちょっと舐めてみてよね。舐めてみて。ロイがなんだよ。ちょっと舐めて。どうぞ。舐めてみてください。辛いね。まあ、ブラジルの音なんでね、全然辛いの強いんで大丈夫ですよ。ブラジル辛いの強いんですか。辛いの強いんです。ブラジルどなくなるんだよ。大丈夫。こんなちょっとじゃん。口でピッていきや。まあ大丈夫。やることないんだよ。後で来る。ちょっとやからな。辛くない？辛い、大丈夫。大丈夫。パパこれどうぞ。マイク、すごい。マイク、大丈夫。口で、直接口で。これぐらい。あ、結構いくね。あ、ダメよ。パパ。おいしい？大丈夫。来週チャレンジだ。いやでもやばい。ちょっとやばい。咳してる。ママ息が。ほら辛いでしょ。辛いでしょ。めちゃくちゃ辛い。美味しい。でも辛い。これ多分全部食べれない。行きます。あ、いかないですか。そういう動画が欲しい。よく食べて。よく食べて。辛いの大好きだな。辛いの大好きやん。いや、みんなこれ。危ないから。辛いやつ。サボイスパゲット美味しいね。スパゲティ、ジャパニーズスパゲティこれな。鼻結構きますね。鼻に来る。鼻きますよ。やっぱ喉なんやろな。ね。あ、美味しそうな顔した方がいい。あ、まあ、3口ぐらいって。辛いの好き、ゆうちょろさん食べれなかったですね。3口まで。3回までいけるの。美味しい。ゆうちょろどうぞ。ママ、でもまた、あーってなるよ。ってなっちゃうから。そう、やめとき、置いて。ママ、やめときて、もう。やめときて、ママ、もう。やめときて、もう。食べたがってからに。さっきこの方法言ってたやん。ママ お腹空いてんじゃん。美味しい。もう30秒待って。20回かな。Chewing 20 times。マシがビーチで。全然いけない。あれ、いつ飲んでる。
ばいですね。いける。でもいけると思う。いけるとか言うのはあんま欲しくないですね。僕はこれ、ああいうローレンさんみたいに、いかないそういうのね。え、これお前いけた、すごい。お前にいけそう。全部いけそう。全然いけます、こっちは。やばいな。見てほら、全然いけてます。ちょっとケツなってきた、実は。いや、全然全然。鍛えられすぎてるわ。思ったより余裕。余裕？前のカレーと比べたらどう？カレーよりは絶対辛いですよ。やめて子供に。子供はあかん。絶対あかん。はい、じゃあこっちはもう余裕らしい、鈴木さん、行ってください。まあまあ、はい、もう何が本当かわからん時代ですから、ね、僕がちゃんとあれしてあげましょう、ね、しっかりちゃんとやっていただいて、もうこれで、あれでしょ、普通に僕食べたらもう、もうこれ全然、誰でもいけるってね、うん、いや、こっちも感触マジかでもな、正直匂い辛いぞ。いや、そうやね、いや、すごいここの辺がスースーするで。だってもう3回目で、まず一口目で咳込むもん。YouTube に書いてくださってた方の助言に従って20回ね、20回噛んでで、ゆうちろうさん3口まであったり、とりあえず3口まで、うん、いただきます、はいはい、最初はいいんですよ、最初は、だって俺20回は結構噛んでるよ。噛んでるね。顔はめっちゃ分からんてるから。顔は来てる、顔も来てるし、喉も来てる。まあ、そうっすね。20回噛みました。2口目いきます、はいはい、でも辛さ的に増えるか増えるか変化で言うと増えるね。さすが、中古の方がいけるから、だんだん熱くなってきてない。雨熱くなってきてない。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなってくるんですよ。20回買いましたよ。3回目ゆうちゃんなんか完食間近ですね。3口目いきますね、3口目。おいしい。ちょっと中身見せてくれるゆうちゃんもどれぐらいきました？あ、もうほぼ完食ですね。すごい頑張ってるな。この辺から聞いてくる。おいしいけど、ほら、エリー、日本人強いよ、辛み。1月から激辛道ってドラマが始まる。いけそう。全然いけるわ。いや、ほんまはな、ここでな、うわーってやるはずやったやん、うん、俺の役割、うん、俺これいけるわ。やばい。ほんまはな、ずるいこと言うと、俺ここでな、うわーなってな、うわ俺負けた、山中さん勝った、来週、キャロライナリーパー2人で頂上決戦を言うやで、俺は逃げようと思ってたんや、うん、これいけるわ。負けるじゃあ、いけるそれ来週、一回やろうか。え、じゃあ、わこれ、試してみて、うん、これ試してみる。わぁ、やったそれ、次の動画にしよう。そう、いや、喉が痛いよ。喉が痛いけど、もうちょっと見してな。すごいすごい、だから、これは幅であるぞ。全然いってみよう。全然すごい。俺はすごいよ。若干涙が勝手に出てくる。鼻とか。そうそう。だからこれはね、香辛料の強さで涙が出てるから、辛いんじゃないですか。ほら。でね。人が特技だ。面白くないオチですいません。本当に。今日の MVP はローゼリさんですから。どれだか一番ローゼルさんやな。この教会どうなってるんですかね。え、ほんまにおかしいんじゃないですか。おかしい人ばかりやね。そびのまして。ペヤング5個激辛食ったどー。ええやん、食ってんから。すごいすごい、おめでとう。